週気づいたこと。石川遼くんがやってる、こう、背広の CM の後ろに流れてる、低周波のビギ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 ビって音楽が、ダメ映画泥棒の、顔がハンディカムの人が、くねくね出てくる時の音楽に似ている。これ以外のことは一切気づいてない。正確に言うとこれも先週気づいたから、今週は何も気づいていない。月曜ジャンク、伊集院光、深夜のバカ力から。世の中もややっこしいことばっかりですよ。世の中ややっこしいことばかりですよ。これバナナマンの日村くんの貴乃花の真似と、なだぎたけしくんのややこしやを両方もワンフレーズでパクったやつなんですよ。いやもう先週に引き続きで申し訳ないんですけどね、電話代がわかんないよ。電話のシステムがもう全然わかんないよ。パソコンにこう挿すとさ、無線のインターネットに接続できるシステムあるじゃないですか。で、それがいろんな会社から出てて、いろんな説明を聞くんだけど、その説明を聞けば聞くほどわからないわけ。で、先週は一応、YMAX っていう企画を、試すことにしたんです。で、試したところ、まあ、いいとこも悪いとこもあります。まだお試し期間中なんですけど、まあ、スピードの速さはすごいんですけど、家の中とか入るとすぐ繋がんねえんですよ、もう。何なんでしょうね、あれ。外ではすっごい静かなのに、お母さんにだけは、まあ、暴力的な苦笑な中学校2年生がいますけど、あれの全く逆なんでしょうね、あれね。お母さんがすごい怖いんでしょうね。で、家では、うちの子は静かすぎて困るって言ってるけど、学校では、まあ、学級崩壊のど真ん中にいるみたいな、そういうことなんでしょうね。例えられてはいるけど、面白いかどうかは別ですけどね。全く面白くはないですけど、例えられればそれでいいじゃないですか。で、外では、まあね、ここっていうところでは、まあ、元気ですよ、YMAX。だけど、ほんと路地一本入っただけで、静かになっちゃうんですよね、ほんとね。でね、いやまあ YMAX もお試し中だけど、こういうののこう人柱っていうかさ、こういうのみんなもまあこう迷っている、事柄だから、じゃあ俺が実験台になったろうじゃねえかって言うんで、で、懲りもせずこう NTT ドコモに行ったわけですよ。それで NTT ドコモで前回よくわからなかった。よくわからなかった件、ね、についてもう一回聞いてみようと思って。そのパソコンの USB のところに挿す。USB が開いてなければ、パソコンを触ってる状態で肛門に挿すだけで、インターネットに繋がってるような気がする。肛門の方はね。肛門の方は気がするだけ。メール来た。メール来たーと思いますけど、これ思ってるだけで実際はメール受信できてませんから、まあ、実際はその USB の方にね、うんこの出るとこ、ブスッとの USB の方に、挿すと、USB に挿すとですよ。そのパソコンがインターネットにつながる。だから変な話、その NTT のフォーマの電波の圏内ではであればですよ、ね、どんな
場合でも、例えば自分が車を運転してましたね、前から子供が飛び出てきました、バーン引いてしまいました、大丈夫大丈夫と思った時に、俺今インターネットでエロ画像を見てってなったとするじゃないですか。そうなった時にもう可能か可能じゃないかで言えば、人の道とかだって元々の免許ねえから、もう免許、その免許ねえのに乗っちゃってる時点で子供引く前にもうアウトだから、可能か可能じゃないかで言えばですよね。今かなり田舎でもフォーマ届くようになってますから、結構なスピードで回線が敷かれてますから、もう牛のおさん、太郎と花子の子供が初めてできるから、花子ウイザンの上に坂子だこれ、ああ花子頑張れよ、決まれよだって、もう何十時間ですよ、このままじゃ母体も子供も全然危ないっていうところで、もう家族だからね、うちはね、とにかく決まれ決まれっつって、やっと子牛の足が出てきて、みんなで引っ張れっていうことになるわけですよ。あれ引っ張んなきゃダメだから、みんなで引っ張れってなってっけど、あ、俺ネットでエロ画像見てと思ったってね。その時とかも USB に挿して電波さえ拾えば、その高速だ、手は拭いた方がいいよ、パソコン、あの牛の出てくる牛ヌルヌルだから、一回手伝ったんだら手は拭いた方がいいよね。あと、その他の連中で手が足りてんのかどうかね、その牛のおさんに関してそれはちゃんと確認した方がいいけど、要はその NTT の回線の通ってるとこだったら、そのどこでも高速でインターネットにつなげます。で、まあまあ普通に考えればなんですけど、その新鋭のとこいっぱいありますけど、まあエリアでや、そら NTT なんですよ、エリアでや、ドコモのエリアがやっぱ広いっていう、まあ、感じするじゃないですか。それでそれを頼みに行ったら、なんか前聞いたのより、前聞いたなんかそのパソコンと合わせたらただみたいなやつと違う、もう一個新しいのが出てますみたいな話になる。それはまあ早いですよ。あの、なんならエロ画像もあのそんなに画質の高いものじゃなくて、30秒ぐらいなのサンプルの動画ぐらいだったら落としてすぐ牛のおさんにまた手伝うことができますよぐらいのスピードで降りてくるやつが出てると、最新のやつ、よしこれだと思って、そうだよね、その前パソコンとセットで買ったらタダになるみたいなやつは俺が途中で分かんなくなっちゃったのは、要はなんかその古いシステム、その在庫投げ売りみたいなもんだから、よく分かんない、なんかいろんなアイデアを出すうちによく分かんないところに俺は入っちゃったのかなと思ってね。じゃあその一番新しいやつをつったら、機種変だと1万8000円です、機種変だと。で、まあ俺もよく知んなかったんだけど、普通の携帯電話からそのデータ受信専用の端末に機種変できるらしいの。だってどうせお前なんか友達いなくて、パソコンが唯一の友達みたいなもんなんだからさ、そうすればいいんじゃねえのみたいなことだと思うんで、僕友達とかいっぱいいるしね、現にタレントでありながらですよ、基本料金980円のまずかかってこない人用の僕プランですけどね、まあまあ周辺しちゃうのもんなんだな。新規だと1万2000円ですと。ね、新規だと1万2000円。ね。ほうほう安いじゃないか。で、その新規の1万2000円で、その月はどういうふうになるんですかって言ったら、全然使わなくて1000円。いっぱい使うと6000円みたいなプランです。みたいなこと言われるわけです。あら、そう。じゃあ、牛のおっさんが毎日のようにある場合は、1000円ですねっていう。ね、そういうことですね。もしくは、俺がそのラベンダーの匂いを嗅ぐとともに気を失ってですよね、4年寝てた場合ですね、この間はずっと1000円ですねっていう。だから僕は変な話、この間ずっと1000円っていうことは年間1万円、4万8000円口座に入れたままラベンダーを嗅げば大丈夫なわけですよね。じゃあいいじゃん、契約しようかなと思ったら、パソコンがついてますと、ついてるプランがありますと、またノートパソコンがついてるプランがあります。これびっくりするよ。あのね、新規で買うと1万2000円でしょ、ね、最新型のやつだよ、これ。最新型のやつは新規で買うと1万2000円だけど、
パソコンついてるとパソコン込みで5000円ですって言われるの。何そのもう なんなのこのパ呪われてんの。このパソコン呪われてるからマイナス7000円で、要するにだから7000円分ぐらい俺呪われてんの。ちょっとだけ7000円の呪いって何なんわかんないけど、あの今綺麗な感じで濡れたマニキュアなのにもかかわらずリポビタン開けるときにパキっていくの。7000円それないよ。それが月何回あると7000円だかわかんないけど、もうわかんなくね。でしかもさ、何が悲しいって言っても、じゃあそのパソコンが例えばうんこみてえなパソコンだとするじゃない。ね。茶色くて細長くて、くっさって、ね。それでいてこう、大便器に横たわってるようなパソコンだと、うんこじゃねえの、それ。それパーソナルうんこじゃねえ。パソンコじゃねえの。パソンコの方じゃねえの。だってコンの要素が、コーンが入ってるみたいなことね。コンピューターの要素がねえじゃんかよ。そういう、そのパソコンがさ、なんかわかんないけど、ボロいパソコンでさ、もううがった考えですんげえボロくて、もう、実はゴミ同然のパソコンですけど、みたいな。で、しかも、処分すんのに今、そのパソコンとして値段がかかるじゃないですか。結構お金かかるって言ったら、もう、ああいうのもかかります、みたいな。で、その、NTT の中の、なんかドジッコちゃんが、前のキャンペーンの時に、仙台メーカーとタイアップして、注文するところを、2億台頼んじゃったっていう。てへへへみたいな。またやっちゃったの、ドジコちゃんは。すいませんみたいな。ね。いい加減にして、ちょびひげなんて。女の子じゃねえんだ、しかもそいつ。おっさんじゃねえかよ。で、みたいのがあった。在庫処分なのみたいな。だっておかしいもんね。1万2000円にパソコン足したら5000円になるってことは、パソコンの価値はマイナス7000円ってことでしょ。だって、ってことはですよ、変な話。僕、その店の前でバーンを本投げても、そういうことですよね。前で本投げても、全然、なんてことないってことじゃないですか。もともと僕で買おうと思ってた人からしてみたら、7000円もら、もう安くなったっていうのも恩恵を得てるわけです。全然わかんねえな。何が悲しいかってもう、そのパソコン全然ボロくないどころか、パソコンで文章を打ってそれでお金を得ている、今前に座っている構成の、フリーライターでこの番組の構成のスタッフをやっている渡辺さんの使ってるやつの一機種新しいやつですかね、同じやつの。値段はマイナス7000円ですよ。それをね、それをもらっていただければこちらの方7000円を御礼として差し上げます。だからお前の何？それの一個前のやつだから、もうわかんなくない？意味が全然わかんないんだよね。なんかわかんないけど、俺すごい、このケースにはこのケースでその欲を書いて、その本来買うつもりじゃなかったパソコンまで持って帰ったやつって、あれでしょ、札束だと思ってこの葉を巻き散らしながらでしょ。この葉を巻き散らしながら声だめの風呂の中で本物のパソコンを売ってるんでしょ。パソコンは本物なんだね。やっぱりタヌキもやっぱりバカったりするのにマニュアルになかったんだろうね。タヌキも一応このいたずらのためにパソコンはローンで買ったんだろうね。わざわざね。だから化けらんない、知らないから。パソコンの化け方とかは代々伝わってきてないから、お風呂だと思って声だめ入れるやつと札束とこの葉を間違えさせるのはできるけど、パソコンはちょっと分かんなくなっちゃったんだろうね。一旦化けていって買ったんだろうね。でもポイントカードが今木の葉になってるんだろうね、向こうの方だとね。いやほんとそれでさ、いやもう結果それさ、考え、大体ね、今までのパターンでそういうことってあれ、メトロン星人がくれるやつだよな。メトロン星人がいい子にしてんだったらこれあげるよなんつってくれるやつだよな。大抵ダメな感じになるんだよ、それ。それ大抵メトロン星人に心を持ってかれちゃうんだよ。でもさ、メトロン星人に心持ってかれたとこで7000円得なんだぜ。メトロンがある程度大体何かに心持ってかれながら一個喋ってんだから、俺なんか得体の知れないものの心の上で喋ってるわけだから、メトロンくれてやろうかなと思って7000円ビール買って、全然何の問題もないよ、本当に。本当何の問題もないっていうか、だってそうじゃん、この前で仕事にそのパソコンの1台片遅れのやつを使ってる人がいるんですよ、僕の前で。プロが使ってるんですから、そこに何の問題もないですよね。これで夜そのお天気のノリとパソコン欲しいって言ったから、
振り付けてやろうかなって思って。で、高いパソコンなんだよ、なんて。じゃあ、ローン組ましてやるから、って。で、月1000円で4年でどうだっつって。したら俺4年金失っちゃったって俺のほら、ネットの方の代金を払えるんだ。やっぱね、素晴らしいよ、以心伝心。ね。じゃあ月1000円でいいよ。4年間払い続けたらもうそれで4万8000だ、それでいいよ。ね。言ったら、あいつ分かりましたっつって、あいつ払う気ないから。そういうから、その辺が以心伝心なんだけど。で、パソコン持って、俺のパソコンだ、なんて。でも困ったことなのはさ、今パソコンもそうだけどさ、なんかこうネットが家にないと何にもできない感じになってない、なんかネットがないとパソコンあっても全然意味ないし、のりくんのパソコンが来たところでネットが来てないからどうすればいいかわかんないな状態で、今そのパソコンを上げてから何日経つのかな、4日、3日4日経つんですけど、毎日のりくんが家に来るっていう家に来てなぜかネットを見るっていう、まあそういう状況にちょうどなってるんですけど、なんすかね、あのルール、なんか7000円ももらっといてなんだよって言われるかもしれないけど、わかんないっすね、相変わらずね。小林太郎桜シティ、すげえ大変なのに大変さが人に全く伝わらない話をします。はい、おそらく今まで何人かにこの大変さを訴えてきたんですけど、身振り手振りを交えてもう20分ぐらいかかって、結果ポカーンとされていますから、ラジオで伝えることはまあ無理だと思いますけれども、お話をさせていただきたいと思います。ですね、私が今まで出した本ね、野話に、ね、地獄編、雪国と、この4冊がありますけども、その中でですね、タウンページです。これは時間かかりましたよ、一個一個レタリングでね、完全な解書体で書きましたからね。その中の2冊が、ごめんなさい。野話が文庫化することになりまして。文庫ですよ。文庫。文庫化ってなんかすごくね、なんか文庫化っていう。よく子供の頃にさ、口の中に指、こう、人差し指を入れて、ぐーって引っ張ってさ、で、もう痛い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 、これ以上は無理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 ってやってから、離して、文庫って言ったもんじゃん。あの感じですよ。文庫化ですよね。だからあれ今のだと文庫って言えちゃってるよね。一旦あれですよ、口の中にスタジオ両方で横にギューって引っ張り抜いたところで、キリーツなんてね、気をつけ、レーなんて、引っ張ってるまんまずーっと授業を受けて、で、給食の時間かな、引っ張ったままだとこれ、給食食べらんねえな、なんていうことになって、それで、話して、文庫っていう、時間長くしただけやん。ね。文庫化ですよ、これ。4月のもう頭に、ただちょっと安心しないでくださいよ。4月の頭に出るか出ないかは、私が明日までに後書きの原稿を出すかどうかですよ。出さなきゃそんな4月の頭なんかには出ません。少なくとも、そういう矢のような催促のメールが、6件ほど今日も入っております。明日の夜中までに後書きの原稿を出さないと、発売日の方を考え直さなければいけませんというものが入っておりますので、まだわかりませんけども、それでね、文庫化にあたって、まあ、基本的に最初は余計なことをするなと。お前は前書きと後書きを書けと。ね。で、文庫はもう、すでにあるやつを小さくする作業だから、お前は手を出すなっていうことになってたんですけども、お願いがあると。野話と野話にがそれなりに皆さんのおかげでですね、数が出ましたので、もうちょっと俺でかいタイトル出ていいんじゃないかっていう。文庫と、本作が、
同じってのもどうかと思うんで、文庫はまず全ページ食べられる紙にしてほしい。駄菓子屋さん、駄菓子屋さんでよく、ね、甘い紙にしてほしい。で、一応それに関しては向こうも相当検討したんで、じゃあ折衷案でこうしましょうと。元気なヤギが無理をすれば食べられる紙でっていうことになりまして、それだったらばいっぱいその宝島社にも在庫があるということで、じゃあいいよ。まあ、一つわがままをまず通していただきました。こっちのわがままを完全に、向こうも俺みたいなね、売れっ子作家に対してはやっぱ譲るほかないんですよ。それでもう一個、今まで無駄に撮ってきた写真が、そう、写真を整理してますみたいな話、最近よくやってたんですけど、その写真をいくつか載せてほしいっていう、その文庫本の中にっていうね、気に入ったやつも4、5枚でいいんでっていうのを載せてほしいんですけどっていう話をしたら、それちょっと待ってくれっていう、ね。もう、じゃあわかります。じゃあ、頭の1ページと最後の1ページは2ページでいいですっていう。でいて文庫になると、こう、前後編の話の一環が前後編になるから、4ページくださいっていう話をしたら、それちょっと待ってくれと。あまりにわがままが過ぎるぞ。食べられる紙の件についてはあそこまでうちもやったんだって。うちもあそこまでやったんだから、ちょっと考えさせてくれ。わかりました。じゃあ64ページって言って、64ページのことになったんですよ。おーい、おーい、もうっていう、64ページ。かける多分写真の数は4枚のとこもあれば2枚のとこもありますから、結構な量になったんですけど、写真を載せることになって、それちょっと嬉しくて、今まで俺よくよく考えたら、DVD にはしましたよ。DVD にして、しかもそれも、その、写真の DVD は、その若手とかと撮ったやつをみんな集めてやりましたけど、その紙として、なんつうの、本として写真が出るっていうのは、ちょっと憧れですから、相当嬉しいわけですよ。その自分のエッセイ集が、その写真が、片方に32ページ、片方に32ページ載ることで、ちょっとフォトエッセイみたいにもなるので、すっごい嬉しいんですけど、俺まだ一回も CM 入れてないんだよね。言える？じゃあ。月曜伊集院光る深夜のバカジカ、今あなたの肩を誰かが叩きました。でね、その64ページにわたって、その文庫版にはじゃあ写真を掲載、させてやるよっていうことになりまして。で、前半、上巻に32ページ、下巻に32ページ、上巻の巻頭に16ページ、上巻の巻末、中巻ぐらいに16ページ、要するに16、16、16、16の4箇所、入れられることになって。ほいで、4万枚ぐらい今まで撮ったその写真がずらっと入ってるやつをずっと整理してたっていう話はまあずっと知ったんですけど、整理して、ジャンル分けしてて、もう団長の思いでこれも載せたいけど、みたいなをやったら、まあ3枚になっちゃったんで、3枚に減っちゃったよなんつって、また戻したりとかいろんな作業をしましてね。で、もちろん、締め切りは破ってますよ。締め切りは破ってますんで、相当せっつかれ、とにかく、使う、レイアウトとかはまたにして、使う写真だけでも早く決めて送ってくれませんかと。カラーのその原稿って一番時間かかるんで、みたいなこと言われるわけですよ。すいません、本当にすいませんっていう、でも牛の花子が何なんで、牛飼ってないでしょ。はい、なんて、それで、ね、言い訳をしながら、とりあえずこういうの、僕いろんなジャンル撮ってますんで、例えば、こう、たこ焼き、屋台のたこ焼き屋さんの、のれんに書いてあるタコの写真だけ、ずーっと寄ってみたら、一応使えそうなやつが、80枚ぐらいありましたんで。てか、写真集っていうよりは、もうなんだろう、タコののれんの写真集だよね、もうね、それはね。で、それだけでも埋まるんですけど、まあ、一応いつか俺はそれは、ちゃんとしたこう写真集にするときに、またこれは撮っとくとして、じゃタコの写真の中でも、プロローグ的なやつを何枚かとか、あと、顔に見える家の写真
これはまだそんなになくて、65、6枚しかないんですよ。で、その中から何枚かとか、いろんな、八百屋さん、明らかに八百屋さんなのに、看板に肉のブッチャーって書いてあるお店と、婦人用 L サイズ、LL サイズの店って書いてある八百屋さんと、富士屋ケーキショップって書いてある八百屋さんの写真とか、そういうやつをこう、まあ、何枚かずつとりあえずまずまとめて、こうやって、提出したわけ。で、したら、やればできんじゃねえって、ね。いい写真、あんじゃないねえって言われて。ほいで、じゃあこれでいこうみたいな感じで、仮のこう、レイアウトみたいなのができてきたんだけど、全然いいんですよ、その仮のレイアウトでもいいんですけど、そこでね、急に自分が思っちゃったのは、せっかくエッセイが50音順に並んでるから、その写真の各タイトルを50音順にできないかと思ったわけです。で、それ50音順にこうやってバーって並べ替えりゃできっかなと思ったんですけど、これが、ザ・めんどくさいロードの入り口であるとは、まだ、誰も気づいてなかった。なぜなら、50音順に並べようなんていうことを考えたのは俺で、それを誰にも言ってないし、その俺が気づいてないから、なのです。で、例えばわかりやすいんで言えば、最初この仮の原稿で出してるときは、顔の感じ見える家のコーナーのタイトルは、顔家っていうタイトルだった。ね、それで、あと、今まで僕がいっぱい撮ってきた亀が一枚のこう写真だからいっぱいこう撮れてる写真っていうのは、亀田兄弟っていうシリーズなんです。この、で、これはもうキングオブコメディの今野くんが考えたもうジャンル名で、僕はそこを継いでる、その意思を継いで集めてる人間だから、これはもう、どかせない亀田兄弟。ね。でもこれだけで数が被っちゃってるわけですよ。もうすでに。だから、顔家を違う字で、絶妙な名前に変えなきゃいけない。そうすると何だろうみたいな。フェイスハウスってどうだろうみたいな。で、これが風が埋まるじゃないですか。で、さらに、犬の糞ここにさせないでくださいっていう看板が、数えたら240枚ありましたんで、その中から、いろいろ特徴的なやつをこう出していく。で、犬の糞をさせないでくださいのその250枚ぐらいの看板の中に、イラストにもうんこが書かれているもの。大の大人がですよ。しかも、役所から仕事を発注されている大人がうんこの絵を描いたっていうことが面白いので、犬の絵だけじゃなくて、うんこが描いてあるやつを今度ピックアップすると、それ60枚ぐらいになるんですよ。で、その犬のうんこが描いてある看板を、こういっぱいピックアップしたやつを、犬のクソ看板っていうタイトルにして、さらに、もう犬が書いてない。うんこしか書いてない看板が3枚だけあるんですよ。うんこな、もうもはやそれはうんこ看板じゃないですか。だから、犬のうんこ看板で見た後に次のページめくると、あ、い、うだから、うんこ看板になってるっていう、あ、これは面白いと思ったんですけど、先ほど言ってた、八百屋さんを営業してるのに看板が違ってるっていうところは、嘘800屋と書いて嘘八百屋っていう面白いのがもう面白くて面白くてしょうがないのがついてるわけです。で、そうすると、うんこ看板のタイトルは変えなきゃならないんだけど、うんこ看板のタイトルが逆に犬のうんこ看板を振ったより後じゃなきゃいけないから、ここにこう守らなきゃならないルールが一個できちゃうわけですよ。そういう、いろいろあるその念押し系のやつといいますか、最初に、コーナーでやったやつのデラックス版みたいなやつってのはいっぱいあるわけです。ね。たこ焼き屋さんの写真は、タコレクションという名前になったんですけど、それでも余る、その、屋台のたこ焼き屋さんだけじゃなくて、居酒屋さんとか、お家でちゃんとあるたこ焼き屋さんの看板だけを特集した、新たなタコのシリーズは、基本より後の、遠くない、同じ缶に収まる上に、タコレクションより前だとダメなわけですよ。エスカレートしてるもんだから。うわ、頼り後で遠くなくて、それなりにみたいなものを考えて、
テンタクルズ、これだみたいな、その感じでこう変えていくわけ。これだけでも相当厄介なのに、問題は、さっき言ってた、16枚のブロックに分けていくっていう考え方で、まあ本って、まあ分かりやすいのは、その1枚の紙に、表に2ページ分、裏に2ページ分で、要するに4ページ分あるわけです。4ページ分の、紙を束ねてってるわけです。ずっと本というものは。ね。ね、本っていうものは、そういうふうにできてるから、16になるのも、16枚になるっていうのは、要するに4枚の紙に裏表をずっと刷ってるわけじゃないですか。そうすると、絶対に、まず、あは、1ページ近くから始まんなきゃいけない。あは、1枚で、要するに、犬のうんこの企画は、ずらーって並んでるから、見開き2ページもあるわけですよ。ね。だけど、あに関しては、1ページで終わる企画じゃないと、ダメなわけです。これやっていくと、16枚目もそうなんです。17枚目もそうなんです。それと、要するに、2個目の1ページ目も16ページ目もそうなるから、途中でさっき言ったみたいに、あはこれ、まあ、1枚で始まりました。で、いが、犬のうんこだったやつが、犬のうんこ。で、そのうのうんこが、嘘800やっていう1枚で終わっちゃう企画になっちゃうと、今度絵も1枚の企画じゃなきゃダメですってなるんですね。で、その名前が、その文字が前に寄せられてった分、全部後が1枚と2枚の関係がずれるっていう。これ以上僕はこの作業の難しさをですよ。ね。この作業の難しさの伝える術も知らない。わからないです。ただ、大変だったのだけ。そして誰にも頼まれてないという、この作業は俺がそうしたかっただけで、誰にも頼まれてないから、多分今聞いた宝島社の連中も、あっそうって言ってるだけだと思う。型の PS3 がなんやかんやな、もうラジオ聞こうよ。じゃあしょうがないから間取ってラジオ聞こうよ。ねえ、いやだけどさっき言ったパズルだ、もう伝わってねえと思うんだよな。すっげえ難しいんだって。ね、1枚で始まる企画、2枚で収まる企画、さらにはもともとそういうこう枚数制限を決めてないときに3枚またがる企画みたいなのもあって、それでしかも64ページしかないから全部2枚ってわけは当然いかないわけよ。それ50音っていうか、まあ50音弱だから、そうすると見開きにできるのは20項目ぐらいで、で残りは1ページで済まさなきゃいけないとかなってくるわけ。もう、あれだよ、どれぐらい難しい、レイトン教授だったら、弟子のベレー帽のやつに、シルカットかぶせてボコ殴りにして皮ぶん投げちゃうぐらいの、それぐらいのだよ。それ、わかるかっつって。ね、レイトン教授、あんまやってねえから、よくわからねえけど。ね、神さんがやってるの隣で覗いたぐらいだから、あれな、ベレー帽のやつは活躍してやったら、調子に乗ってやったらっていうのしかわかんねえけど。それぐらいのパズル、もうあれだよね。俺もうふっと頭の中に、解けない愛のパズルを抱いてって言葉が。これふっと浮かんだから、これ小室にやろうかなと思って。今困ってんじゃねえかと思って。解けない愛のアスファルトタイヤを切りつけながら、ねね。庭先回り続けるですよ、ね。少し変わってきたよね。チュルリとゼリーを吸った勢いでだよね。こ
コムシの喉越し味わうですよ、ね、ゲタ吐いてるなーですよね。さあデブとドブスがコンブリを今日は早めの時間に、行ってみます。ドブスとデブが織りなす、面白い絵巻を送ってもらうコーナーです。ラジオネームイモポックドブス、まま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 ここは私のしゃくれに免じて許してちょうだいの一言で大抵の揉め事は丸く収めてしまうドブス。すごいね、いいドブスだよね、僕の好きなドブスですよね。まあ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 、ここは私のしゃくれに免じてうるせえよ、うん、もうしょうがねえなみたいな感じなんでしょうね。続きまして、ペンネームつぶアンドリードブス、原宿に向かうため田んぼに囲まれた地元の駅のホームでゴスロリ姿で電車を待つドブス。ゴスロリはどこからしていいの、どこからゴスロリにしてんの、みんな結構夜のぐらいからゴスロってる人いるだろう。夜のはまだ早いだろうゴスロンのと思うけど、昔さ、いわゆるこうその俺らおっさんの世代でタケノコ族みたいな人はさ、基本あの原宿のさ公衆便所だとかロッカービーだとかで着替えてたと思うのね。でも結構ゴスロってる人いるよね、南砂でもうゴスロっちゃってる。おいおい、まだ南砂だけどお前ゴスロってて大丈夫なのみたいな。ほんとなあ、だからそのゴスロっていいラインを決めとかないと、早いよっていう反応、まだ早いよっていう反応でゴスロっちゃうと、逆に言えば池袋から西武ライオンズの帽子早いよみたいな、それと一緒だから、逆の方向から言うと、池袋から西武ドーム行く方、埼玉ドーム行く方の、線の場合も、おそらく所沢の声を聞いてから、大人はだよ。子供はいいよ。子供はライオンズの服着てようが、帽子かぶってもいいけど、大人が、ライオンズの帽子かぶっていいのは、ギリ石神公園から石神公園を越えたところで、ギュッてかぶってもいいから、逆にゴスロリはどこ、その池袋にも、その乙女ロードみたいなのあるじゃないですか。池袋の乙女ロードに行く前に、どっからってのは考えようよ。ね、いろんな線から来るんだろうけど考えよう。いや、金目町まで着るなとは言わないよ。言わないけども、どこで来ていいかってのは考えよう。入間市駅ではまだ着ないで。入間市駅では。その辺だよね。ペンネーム。飛んだ勇み足だった。飛ぶす。かっぱ橋で、お値打ち価格で買ってきたルクルーゼの鍋の使い道がもっぱらアパートの部屋の雨漏りを受けるのドブス。ルクルーゼのあの重いやつでしょ、重い、もうなんだろう、ルクルーゼの鍋をさ言うんだよ、かみさんとかそのさ、アウトレットみたいなとこ行ってさ、ルクルーゼの鍋はいいよ、ルクルーゼの鍋は、みたいな言うわけ。もう殺意しか感じない重さだよな。あれ。いや、なんかね、昔日テレのニュース番組でお世話になったスタッフの人がすごいいい人で、その人が、俺がそのニュース番組辞めるときに、ルクルーゼの鍋をくれたのよ、一個。あれ一個買うと、あのね、俺いつも思うんだけど、うちの神さんに口を酸っぱくして言うことなんだけど、いいものを買うな。いいものっていいんだから。ね、いつも言いますけど、いいベッドね、ね、いい車、ね、買うなと。いいから。だからむしろですよ、キティちゃんとかああいうのは、いくらでも買っていいですよ。だって別にキティちゃんなきゃ死ぬわけじゃないから。例えば僕がこの後、お金がなくなった時に、
あの、浮き沈みで激しい商売ですから、ね。沈んで、ね、20底、30底を、バンバン突き破りですよ。ね。ああ、シロアリがすごいなんて。こんなにいっぱいシロアリいたんじゃ、そら、20底を抜け、ミシ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 、バサまだ行くんだみたいな、そういう、真ん中お前はっていうような状況になったとしてもですよ。キティちゃんならやめりゃいいじゃないですか。ルクルーゼは多分ね、ルクルーゼに慣れちゃうといいもんだからダメだね。だルクルーゼ買っても、煮物とかやっちゃダメだね。やんないで、雨漏りを受けてれば、あの、薄いさ、昔のなんて灰色のさ、錆びると白く錆びるやつあるじゃん。なんか、ブリキの中身みたいな鍋あんじゃん。ああいうんだって真鍮？真鍮ってなる。あの鍋だったら、てんてんっていうのが、ね、雨漏りのとか、てんっていうのが、ルクルーゼだと、てんっていう、その差ぐらいだったら、全然いけっけど、いいものは禁止。だ、うちベッドとかもダメなんだよ。ベッドとかも、いいのって絶対いいかんね。いいベッドって、おそらくいいって感じるよりも、いいのから悪いのになった時の、悪いのなった感の方が、絶対でかいと思うんだよ。ちょっと仕事先でさ、いい部屋泊めてもらったりとかするとさ、あ、これがいいベッドなんだっていう感じするんだよね。あれとか何日もやっちゃって、戻ろうと思ったら、何ヶ月もあれして戻ろうとは戻れないから、だからやっぱりね、どうでもいいものを、いいものを買うな。続きまして、ペンネーム落ちてる輪ゴムと陰謀、ドブス。もう自分の見てくれに諦めはついてたはずなのに、笑い飛ばして明るく生きるって決めてたのに、もうブスブス言われると、へこむわー、やっぱへこむわーと言って、突然泣き崩れるドブス。ごめん。すごい。すごいごめんよ。本当に。そこはほら、クソデブとドブスでさ、なんかさ、トムとジェリー仲良く喧嘩しなみたいなさ、ブッスーとデブ的な、そういう感じでさ、思ったんだけどダメかな。じゃあですね、続きまして。ペンネーム、おんぶに抱っこ。デブ。どこの言語でも、肉だけは、わかるデブ。ラジオネーム友達以上返事未満デブ。いかに楽をしてウィースポーツで高得点を叩き出せるかを真剣に考えるデブ。ほぼカロリーを使わずにでしょ。体を一切動かさずに、あ、これ右左の体重移動だけでも、これぐらい体重移動すればステップしたことになるみたいなことでやっていくわけでしょ。もうウィースポーツが本末転倒ですからね。続きまして、ペンネーム飛んでるトマト。デブ。お気に入りのスイーツを各自持ってくるという会に呼ばれ、ボンカレーの甘口を持ってくるデブ。続きまして。カレーネタ。ラジオネーム伊集院さんつけてください。つけてくださいと言われたからには、生レバー12キロさんでございます。生レバー12キロさんのデブ。点滴にレトルトカレーを入れようとして医者にこっぴどく怒られるデブ。ラジオネームウルトラマンキラ太郎デブ。ドラゴンボールをついに7個集めてササミ以外の肉と切に願うデブ。だお前焦ってんの焦ってないのね。お金で一旦もらって肉買うのよりは焦ってるけど、ささみは解凍させないあたりに、あるよね、なんかね、この変な落ち着きあるよね。ささみはダメなんだ。
きまして、ペンネーム花天狗ドブス、逆にイケメンが好きですとドブス。なんだよ逆に、その自覚なんだよ逆にの、ラジオネーム栃木の木村ドブス、黒澤明監督にあのブス邪魔だから取り壊してくれと言われこの世を去っていったドブス。ラストかな、ペンネーム外沢帝王ドブス、女友達とのガールズトークでは童貞をバカにしているが、メイド喫茶のバイト面接に12回連続で落ち続けているドブス。なんか最近さ、そのマイクの部品買いに行ったり秋葉原によく行くんだけどさ、メイドさんの人歩いてるじゃないですか、メイド喫茶の人歩いてるとさ思うんだけどさ、そこそこ綺麗な人とかいるわけさ、アイドルちゃんみたいなメイドさんもいれば、お前ナイト・フォー・ビフォア・クリスマスみてえな顔だなっていう人もいるね。デブとドブスがコンブリをどんどん送ってください。お待ちしております。プレスイゴ月曜ジャック一瞬光る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 、デブです。あのね、ゲラゲラベブですですぞベラ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 、で、むしろ体脂肪率 100% を目指しますから、からで、わかったんだけど、そうするとベブやめろよベブです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 。まあそういうさ、こう別に誰に言われたわけでもないのに自分で思っちゃう、そのあいうえお順に並んだらさぞかしいいだろうみたいな。で、最初のさ、そのまあ最初丸1日かかって全然ダメで、んで、その何、簡単だろこんなのと思ってたからね。ある程度こう、あいうえお順に並べて、これでダブったやつをこう弾いて、それの名前をこう変える、ある程度大喜利みたいにしておきゃいいんだろうと思ったら、まあそのさっき言った、16枚組の1枚目と16枚目は1ページでなければいけないの法則や、3ページの続きものを2ページ、1ページに分けた場合は、2ページの方が先に来なければいけないの法則みたいのを発見した時点で、あ、これは無理だなっていう、今後にって思えばいいのに、もう一回決めてるから、一回絶対あいうえお順で並んだ方が面白いと、今考えてみると別にそんなに面白さのクオリティが変わったとは思えないんだけど、絶対その方がいいって一度思ったから、そうじゃなくなると、こらダメなんじゃねえか、みたいになっちゃうんですよ。それが、それと同じ現象が、自分の手持ちの、こう、録音機材の、録音もしくは、録画機材のマイク、タイピンマイクっていう、ネクタイピンぐらいの小さいマイクを胸につけて、ほんで、その自転車に乗ってるところを、自転車乗りながら小さんぽよろしく、こう自分でこう、今この辺来てこの辺はこういう思い出があるんですよ、このアスファルトの下には人骨が3つ埋まってるんですけども、僕の責任は2体みたいのを、こう話しながら、その映像を中継していくみたいのをやるのに、そのタイピンマイクに風防をつけなきゃいけないんだけど、その、自転車でこうずーっと走りながらだと胸が思いっきり風を受けるから、ボー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 っつって、あんまりボー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 言っちゃうと九州で放送がすごいしづらくなっちゃったりするから、それをどうにかしようっていうね、ので、そのマイク用の風防、冗談とかじゃなくて、あれ、ウィンドジャマーとか言うんだよね。あの、風切り音をなくすためのふわふわみたいなやつ。あれをこう自宅で作ろう。で、言っときますけど、この、やろうとしている放送とか、インターネット配信も、ね、それからあと、風切り音がなるべく少なければいいんじゃないかっていうことも、
そのために自作の風貌を作ろうっていうことも誰にも頼まれていない。いいね。なんとなくそうしたいと思っただけのことなんですよ。で、ピンマイクの上にただ被せるだけの風貌っていうのは売ってるんです。あのふわふわは。あのふわふわ高いんだよね。実際テレビ局とかであんなにふわふわしなくても、ちょっとしたスポンジのマイクの上部分だけなくしただけでも、すげえカメラさんに、どうした？どこ行ったんですか？どこ行ったんですか？みたいな。え、これついてましたよね？ついてましたよね？みたいな。すごい怒られるっていうか。で、家帰ってへそにはまった時あったからね。でも本当になくなると、その下っ端のその音声さんとかめちゃめちゃ怒られるぐらい結構な段するらしいんだけど、もうそのふわふわの、野外ロケ用のふわふわのバージョンとかって、あれ1個で2500円とかするんだよ。あれだよ、よくテレビで、音声さんとカメラさんのタイミング合わなくて見切れてるさ、上から出てるふわふわじゃでかいやつ、あれじゃないよ。あれ6万とかするからね、ふわふわだけで。平気で。じゃなくて、そのピンマイクにつける親指が、親指がカビちゃったみたいな、そんな経験がねえから、ちゃったみたいなって言われても、なんか大変だねとしか言えないですけども、親指台のふわふわで、2500円とか3000円とかするんですよ。で、それをまあ買ってさ、自分のその、持ってるピンマイクにつけただけで、相当音は軽減するわけで、相当音は、それだって、風を邪魔するために生まれてきたやつなんだから。だからウィンドジャマーっていうことなんだから。ね。それが、太しって名前なのに痩せてるねっていうケースもあるか。だけど、ウィンドジャマーをつけただけでも、市販のものをつけただけでも、プロショップで買ってきたものをつけただけでもいいんだけど、俺が思ったのは、それでもかすかな音が入るから、一旦、昔の、俺らのちっちゃい頃20円、ちょっと大人になって50円でもあのガチャガチャあったかな、楕円形のガチャガチャのカプセルの中に、俺が思ったのはね、ピンマイクを、穴開けてピンマイクを入れて、そのピンマイクをどの面とも触れさせないために、イヤーウィスパーって耳栓あるんじゃないですか。耳栓をくり抜いて、穴とマイクのとこの間に詰めることで振動が殺せれば、まずカプセルの中にマイクがあるって形ができて、その上にちょっと大きめのマイク用のウィンドジャマーをつけると、ほぼ完璧に風切り音がなくなるんじゃないかな。ね。で、もとや、大きめのウィンドジャマー、カプセル、ちっちゃめのウィンドジャマーの、ピンマイクって状況になると、相当音は来ないんじゃねえかな。説です。ね。僕の中で唱えまして。で、そのためには、その、ちっちゃいガチャガチャのカプセルがいるわ、つって、秋葉原に行って探したんですけど、今、あの、楕円形の小さいガチャガチャのカプセルってないのね。これで、大きい、巨大なもう、野球の何球ぐらいの大きさのやつが300円のガチャガチャとかにあって、それよりちょっと小さい、あれ？それ、これもし、変なこと聞いたらごめんなさい。何かご病気なんですか？何かって。腫れた玉筋ぐらいの、すごい腫れた、びっくりするぐらい腫れた玉筋ぐらいの大きさの、もう基準がないじゃねえか、それに。ゴルフボール台。ゴルフボール台の大きいガチャガチャのカプセルは見つかるんだけど、その下の楕円形の小さいカプセルがないわけよ。相当探したよ、秋葉中。相当探したけどないわけ。これで、ふと思いついたのが、チョコエッグのカプセルが、よくよく考えたら、同じぐらいの大きさでいいんじゃねえかってことになって、家中ひっくり返してチョコエッグのカプセルを探したんですよ。ね。ないんですよ。あんなに、フィギュアはすんごい量あるんですよ。ね。ばっかじゃねえです。この量ってことはいくら使ってんの俺と思うし、どんだけチョコ食ったのと思いながら。カプセルは全部捨てちゃってないわけです。これで、チョコエッグどっか売ってないからって片っ端から探すんだけど、まあ、なんか、このコンビニはあったよねみたいなところって、だって今頭の中にチョコエッグどこあったって聞かれたら、まあ、百発百中じゃないまでもあそことあそことあそこのコンビニ周りはさ、中身何でもいいんだったらどれかしらあんだろうと思うでしょ。俺も思ったんだよ。真夜中14軒コンビニ探したんだよ。1軒もないんだよ。っていうか、食感っていうものがもうないの。要するに、チョコエッグができた当時は、チョコに入れることでコンビニの食べ物の場所に置けたり、
コンビニおもちゃのコーナーがすごい少なかったから、それを食べ物の場所に置けるっていうのが一番いい着眼点だったわけじゃん。ね。それが、もう、食玩というか、フィギュア自体が、みんなにコレクターフィギュアみたいなものが認知されてるから、置きゃいいんだもん。そのままチョコなんか置かなくて。賞味期限のことも考えて置きゃいいだけだから、やたらにああいう玩は増えてるの。玩具は増えてるけど、食玩は相当減ってるわけ。全然ないのよ、カプセルが。これで、これねえなと思って。で、その夜はダメで。で、次の日、そうも、よく考えたら、あのチョコエッグのダブったやつを、売ってる店が秋葉原にあったなと思って。そう、以前チョコエッグ集めてる時に。で、俺は、あれは出たやつに、こう、甘んじることにしてたから、邪道、あれを、こう、中何あるか分かった上で買うのは邪道としてたんで、行かなかったけど、そういや、あったと思って、ラジオ会館の方とかの中に行って、マニアショップへとか行くわけ。したら、まあ、ものすごい量のそのフィギュアは売ってるんだけど、で、チョコエッグのものも売ってるんだけど、あのカプセルは昔、俺も処分に困ってたわけだから、ね。抜いて売ってんのよ、単体のもので売ってて、カプセルがないわけ。中身なんかいらないの、俺カプセルしかいらないんだから、これじゃダメだと。あとはなんだそのカプセル、カプセルを手に入れるの。もうこの時点で、あの、チョコエッグのカプセルじゃなきゃいけないなんか誰も言ってないんだからね。他に何かあるだろうっていうことが、もう頭から離れて、チョコエッグのカプセルを手に入れなきゃ俺はダメなんだと思っちゃってるから。したら、秋葉原って今、正式名称全然わかんないんだけど。もともと店舗として貸していたところに、50センチの立方体ぐらいの透明ケースをいっぱい積んで、その中に自分のコレクションの中から手放していいものに値札をつけて、並べて、来た人がこれくださいって言うと管理してる人がお金のやり取りをして、お店に何パーセントかの、マージンを払う、システム。略してあれが、あんですよ。なんと、要するにちっちゃいお店のオーナーになるみたいもんです。その50センチの立方体ぐらいのショーケースの中に、そのいろんなコレクターものを入れて値段つけとくと、もうそこを要するに家賃を払ってんのか、売り上げの何パーセント契約してんのは知らないけどやってて、いろんな人がそれを見て買ってくっていう。で、そこにチョコエッグを乱雑に入れてる人がいたようないないようなな記憶があって。で、まあ行ってみたら、そういう店は増えてたね、昔よりは。だけど、結局こう、その、チョコエッグを今更やってる人も少ない上に、今更やるっていう人は、その、確かカプセルもあるわ。うわ、カプセルあったと思うんだけど、レアの、いわゆる、第1弾のシークレットだった土の子をそのままの状態で、2万5千円です、みたいな。俺、中の土の子なんかいらねえかんね。だけど、それを2万5千円で買うんだったら、すごい性能のいいマイクもあるだろうよ、と。逆に言うと、一周して。うわ、これもねえか、と思って、また一旦家に帰り、で、ネットを検索してみたら、ソニープラザで、スヌーピーの、チョコエッグを新たに販売している。なんかその、それもカプセルに入ったチャーリー・ブラウンの絵とチョコが書いてあって。で、その時にたまたま、俺はそれ家を出られなかった、河野くん、ヒットマンっていう若手芸人の後輩芸人の河野くんがをうちに呼んでたので、うちに来るっていうから途中で、ちょっとソニープラザによって、チョコエッグを買ってきてほしい。そのスヌーピーのチョコエッグがあるらしいから、それを買ってきてほしい。つったら、まあ、まずソニープラザがわからねえってわけ。ね。で、ソニープラザわかんだろ、お前。誰、ソニープラザ、ソニープラザの前の交番の前だよって思うんだけど、その、向かいに交番あるんだろ、その向かいと思うんだけど、そのなんかあいつのやってるナビゲーションソフトに入れても出ねえみたいなことを言うわけ。出ねえわけねえだろ。ソニープラザって言ったらお前東京だよ、おっかさんの歌詞の中にも出てくる。その、久しぶりに手引いていくとこだよ、ソニープラザはって。二重橋のソニープラザと自由の女神だろうよって。ね。姫路城だろうよ、東京だよ、おっかさんはと。って。ね。ここ東京じゃないね、あんたつって、おなじみの最後。バレちゃうしょうがねえで。眠ってもらうぜで、おなじみの。東京だよ、お母さんに出てくる、そこだろつったら、知らねえ間にソニープラザってソニープラザじゃなくなってんのね。ソニーがもう経営やめて、プラザっていう名前になってるらしいんだよね。
あそこでプラザ合意が行われたっていう、その後に、じゃあソニープラザだったらいつなんだよ。その、プラザになってるって。あ、そう。で、こっち側からしてみたら、その俺、こうやって行ってある交差点の、スクランブル交差点の銀座のあの、斜めんとかでっかいビルの地下1階がソニープラザだろつって言って、お前ほんとに、もう5度しねえよ、5度しねえ、とりあえず今チョコエッグ買ってくれ、それでいいから5度しねえつって言ったら、電話かかってきて、ソニープラザっていうのはなくて今プラザなんですけど、あ、そう。あ、ごめんね、なんつって。ね、ないと。ソニープラザ、も、その銀座のプラザにもない。で、うち来る途中だ、池袋にもプラザがあるようだから、プラザに行ってきてって言ったら、ないと。で、うち帰ってきて、たくって言ってたら、いや、ほんと行ったんですよ。プラザで引いたら、そのカーナビソフトみたいなのいっぱい出てきたら、いろんなとこ行ったんですけど、どこ行っても、機関車トーマスのチョコエッグしかないって言うんですよ。それでいいんだよ。それ、俺がスヌーピー好きだったことあるか今まで。すごいスヌーピーにこだわったこと、お前は今まで見たのかって。で、言ったら、その、機関車トーマスのやつだ。これで、もうチョコ暴れ食いですよね、チョコ。ね、チョコを暴れ食って中からカプセル出したら、俺が思ってたよりカプセルが柔らかいんだよね。なんだろう。あの、もしかしたら昔のカプセルより柔らかくなったかもしれない。あのね、昔は俺がよくそのチョコエッグ昔集めてて、そのカプセルを肛門に入れたり踏ん張って出したりとか、6個入れたのに5個しか出なかったりしてた頃は、その、あ、あんじゃねえかまだで、その、あの頃は、青いカプセルと緑のカプセルで固かったんだけど、今半透明の白いカプセルになって、多分半透明と素材が変わってるせいか柔らかくて割と思ったのと違うからやっぱいらないってなっちゃったのね直ね、エミマリアでワンウェイラブ結局またさ1周も2周もしてガチャガチャのカプセルにするってことになったんだけどまたガチャガチャのカプセルもいろいろあってさ今大きさも100円200円300円でいろいろあってで、しかも、その、もともとガチャガチャってさ、あのカプセルがカパってはまるときに、中の空気をこう圧縮するじゃん。圧縮するから、あの、その空気を抜いた方がはめるのが楽だっていう理由でちっちゃい穴が開いてるんですよね。だけど、あれがさらにこう発展していって、メーカーによっては誤飲、間違ってちっちゃい子が万が一飲んじゃったときにもう軌道が確保できるように、あの穴が大きめでいっぱい開いてるやつとかあるわけ。それでもっと雑などうでもいいやつとかもある。穴全然開いてないパターンとかもあるんだけど、俺としては、そのあんまり穴は、だって塞がない、結局、マイクの、声が入るところには穴開けるけど、それ以外のところに、要するに四方八方に穴開いちゃってたらダメなわけだから、結局風切り音がそこから入ってくるから、なるべく穴が開いてない方が良くて、この大きさでみたいなやつを探していくわけ。で、そうすると、俺わかん、その辺最近ものすごい、そのわかんなくなっちゃってるから、その、具体的なタイトルが言えなくて、その、申し訳ないんだけど、かなり熱い感じの美少女アニメみたいなやつのフィギュアの入ってるガチャガチャのやつが該当するんだけど、俺ね、ちょっと照れくさくなっちゃってね、年齢的にもうそれが、もう、なんつうの、それを超える、その照れを超える熱いものがあればいいよ。あれば、もう俺はその、そのキャラ名を叫びながら回したっていいけど、そこのデータもない上から厚さは超えられないじゃんか。それのそのなんか、その大きい瞳でこっちを下から見上げてるツインテールの金髪の女の子みたいなやつが、なんか、ね、その、ガチャガチャ出てるやつを、それをやるわけ、やるんだけど、その、色、最初出たやつが真っピンクなわけ。ピンクの胸の、俺、ウルトラマンが死にかけてんじゃねえんだから、胸のところに真っピンクのガチャガチャもねえだろ。まあ、今考えるウィンドジャマーで周りで、風貌で隠れるんだけどさ、真っピンクちげえなと思って、横見たら、半分の白透明と透明っていうカプセルが見えるわけ。横から覗くと、これだと思うんだけど、ピンク、オレンジ、赤、ピンク、ピンクって出るわけよ。そうするとさ、もうさ、で、しかも2回ぐらいその間両側行ってるから。300円、200円、200円だから、2、3回両替行ってぐるぐるやってるからさ、もうそのキャラものすごい俺好きな人じゃんか。でも全然理解できてないじゃんか。かといって、いろいろもう変なまたさ、その、加害、被害妄想、古代妄想になっちゃってるから。だから僕は、
もうなんだろうね、こういう時に自分の中の、その、何かが目覚めるのが怖いんだよね。だから、ちょっと何かを見透かされるのが怖いから、僕はカプセルが欲しいんですっていう態度を取ろうかなと思って、中のカプセルの中身を捨てたろうかと思うわけ。だけど、それは、もう、下道のやることじゃん。その、好きで来てる人のホームまで入ってって、それはないだろって思うから、これはないと思って、いや、それはダメだと思う。大事にポッケ入れると、ポッケがどんどん大きくなってくるじゃんか。ね。中も確認しないで、あ、入れちゃあバンバンポッケに入れてる状態で、相当な手だれだよね。その世界で言うと、チラ見でもう、俺からしてみたらこれはもう、薄い白、白透明じゃないっていうだけでポッケ入れちゃってるんだけど、ね、チラッと見てポッケ入れちゃってるんだけど、周りの人からしてみたら、もうすべてのキャラの形状とか、もしくはコロコロンって音で、もう何のキャラが出たかわかるぐらいの位置に達してるから、コロコロンポケットにプッコロコロンピッて入れてて、またタッ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 すいません、両替してくださいやってんだって。十何個目ぐらいにやっと白透明が出て、白透明のやつで作りました。顔コレクション10面体普通にウィンドジャマーを買えばよかったもう相当かかってくる。だってその後意地になっちゃってるから、そのカプセルに穴を開けるための工具なんつうの、ちょっとしたこうハンドドリルみたいな家にあるんだけど、ちっちゃい穴開けた後にそれをちょっとずつこじって大きくするやつ、あのさ工具の名前とかわかんないじゃん。で、工具屋さんに行ってさ、説明するのに俺は、もともと小さい穴のところにこうやってグイって突っ込んで、こじって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 大きくするやつっていう風に言ってんだけど、全然こう通じないっていうか、通じないと、こじるって言葉がないんじゃないかっていう恐怖に、わかります？俺が思ってるのは、そのなんつうのかな、盤が、閉じた盤型みたいな形の鉄で、全部鉄でできてる、先端の方が尖ってて、手元に行くにつれて太くなってて、これでその閉じた盤傘の骨部分一本一本にちょっとした歯がついてるから、グリ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 ってやると、その肛門に入れてグリ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 ってやると血だらけだよ。これでクスコがあるっつったろ。専用のやつを使い、クスコで開くんで肛門はね。コジール、コジールがわかんなくてすげえ困ってる。それコジールも結局買ったし、いろんなもん買ったんだよな、なんかな。なんだかんだでおそらく結構な性能のマイクなりなんなりは変えてる値段だと思うんだよね。で、結果でもそのカプセルの上にウィンドジャマーはかけるから、それはそれでいるしね。そんな。そのことに気づいた時のね、たくさんの、ガチャポンのケースを持ち、ね、今両替した分だけで全部で2500円はいってると気づいた時の俺の顔ですよね。いろんな顔を集めています。ペンネーム、ヨナミネ136。シンプル。姉が勝手に送っていたジャニーズオーディションの書類審査落ち通知が来た時の俺の顔。世の中にああいう子合格した時に姉が勝手にっていうのがいるってことはさ、そういうケースだっていっぱいあるところだよね。自分全然興味ないのに、何なの、俺だったらもうぶち切れるけどね。何なのそれって思うよね。まあ姉も送らねえけど、いくらなんでも俺の顔で姉も送らねえけど、どんな顔すればいいんだろうね。来て、なんだろう俺に手紙っていうの見たら、残念ながら書類選考で落ちましたって書かれてる時の、なんかその、気の毒な感じに、これに懲りず、また、これからも応援してくださいね、みたいな書いてあるでしょ、きっと気の利いたことが。すごいダメージだよな。だって悔し、なんていうの、落ちたことには悔しくはないよね。出されたこと、でも、でもいいけど、いいけど何みたいな感じだもんね。
続きまして、ペンネーム、代打の代打は代打。日ハム戦を観戦していると、自分の前の列には4人の小学生。背中を見ると、着ているレプリカユニフォームは全員背番号6。中田翔も早くこの子たちの前で活躍してほしいもんだなとしみじみ思っていると、一番端っこに座っている子供のネームだけパットナムとなっていることに気づいた時の俺の顔。あのさ、パットナムの時はユニフォームがもう違うし、あとパットナムは俺のイメージですけど、その子供にそこまでの、子供に子供サイズのレプリカ出すほどパットナムは来てないような気がしますけどね。ウィンタースならまだわかりますよ。でもパットナムはいつだ、パットナムって6だったっけ。だって田中幸雄のさらに前だもんね。その6は中田翔がつける前は田中幸雄だよね。田中幸雄だから、田中幸雄の前ってなると、なんかもっとパットナムより、その前柏原とか、もう今聞いてる人全員置いてかれてると思うけどね。北海道にネットされてたとしてもだよ。ネットされてるけども、柏原ってなってきちゃうと、もうその前の織田義とってなってきちゃうと、誰それってなってくると思いますけど、パットナム6か。俺あんま6のイメージないわ。田中幸雄入団当時37だったからね。だったからね、にこうしてる人が誰なのかがわかんねえよ。俺だけだろ、これ。一人かわい続きまして、ペンネーム中野区民。カリナ。女優のカリナについて調べてみようと思い、父の PC を借りググろうとしたところ、はじめのカを入力した瞬間、プルダウンの履歴に火星方形50代自分で直す矯正器具と出てきた時の俺の顔。そうだよね、出ちゃうよね、あの履歴っていうのは恐ろしいもんでね。そのお天気のノリ君がね、エロいサイトには絶対行かないとね、エロいことには一切僕は興味がない、パソコンを使ってまでエロをしようなんて思ってないですから。僕が見たいのは、YouTube で、こう、柔道家の、いろんな地方の柔道の大会とかの、いろんな映像があったりとか、往年の名選手のなんか映像があったら見たい。特に彼は古賀稔彦選手のファンなんで、古賀稔彦選手に関する映像を少しでも見たいっていうことと、あとはこう、ネタの勉強とかネタを書き出したりするのにしたいだけで、一切エロいことはしたくないっていうふうに言ってるんです。言ってたんで、その、タダでもらったパソコンをですよ、ね。お安くお分けしたわけなんですけど次来た時にこの履歴のプルダウンのところに何があるか見ますよ僕は。彼はおそらくそこまでのマスターはしてないと思いますけども、そこに関しては僕絶対見ますからね。続きまして、ラジオネーム夜行性の生き物。自分としては普通に喋っているつもりなのに、ああ似てる似てる、それ、リーブ21の社長のモノマネ、ウケるーと言われた時の俺の顔。そのさ、リーブ21の社長のモノマネって言った時に、どんな感じだっけっていうね。で、頭の中、棒読みの感じしかないよね。なんか、棒読みだよな、あの人っていうイメージしかないから、すげえ困んだろうな。あのさ、全く知らない人だって言われる時の顔とも別だよね、おそらく。全く知らない、自分の全然知らない、なんとかの、バンドの、ね、その、なんか、あるじゃん、ドグダミチアキリフキーズの、カスタネットでバンマスの本田さんにすげえ似てるって言われても、知らねえよって言うだけだけど、リーブ21の社長は知ってはいるじゃん。ってなるじゃん。なんか、どんな感じだっけどんな感じだっけとは思うじゃん。この辺がまたいい顔してんだろうな。全く知らねえやつ似てるって言われた時には、困惑のこう感じがもっともっと強いけど、思い出そうと思えば思い出せなくもないところにいるから、あ、ってなるだろうね。あと、やってないし、俺、それっていう。ペンネーム、かさぶた。ここしばらく学校に行ってない俺が、インターネットで天下を注文。その際に、
エッチな品だとわからないように伝票に書かれる品名を変えられるサービスがあったので、おー、点がしっかりしてますね。文具と書いてもらうようにして、しばらくして自分宛ての荷物が届いたと母に言われ、今に行ってみると伝票の品名の欄に文具と書いてあるのを見たらしく、やっと学校に行ってくれるのかと期待しているような顔をしている母、そんな母から荷物をひったくるように受け取り、自分の部屋へ向かう俺の顔。そうか、文具と PC 用品が選べんなら PC 用品にしといた方がいいわけね。なるほどね、そういうことだよね。よくわからないけど、テンガはジョークグッズだから18歳未満でも買えるってこと？そうだよね。だってエロい要素何にもないよ、テンガに。一切、並べたいだけだよ、別に。テンガっていうのの、あの、ファッショナブルなグッドデザイン賞を受賞しかねないほど、ファッショナブルなものを並べたいだけだよね。あと、自分は鶏が好きだから、卵をこうやって並べておきたいだけで、腐らないから、テンガエッグならっていう、そういう理由だけで欲しい人に関しては、ね。いいんじゃないのかな、ね、続きまして、いい顔揃ってんな。なんだ、母ちゃんごめんの顔も入ってんのかな。母ちゃんごめんっていう。エロい、ビデオと DVD とかをさ、買った時にさ、うちなんか母ちゃんじゃなくてもう嫁さんじゃんか。他のもの別段すごい代引きとかで、まあ、俺がいない間来たら払っときゃいいじゃんって思うんだけどさ、さすがに神さんにこう、エロいもの、エロ DVD とかが、来て、それを神さんが知らずに代引きで払ってるっていうのは、あまりにひどいんじゃなかろうかと思って、そういうのは丹念にちゃんと振り込みとかにするわけ。そうするとさ、あんまりこう代引きが続いたのにさ、急に振り込みが来た時にさ、何か感じるものがあるみたいだね。やろう、何か制作されてないものを買ってるにちげえねえっていうことは、わかるみたいだよね。なんか嫌な顔するもん、あいつ。あいつ嫌な顔するもん、あいつ。ラジオネーム猫の島。長年確執のあった父の葬式に参加した夜、母に話があると呼ばれた俺。なんだろうと思いながらも、母のところに行くと、すでにテーブルについていた母。何？と言いながら、母の前に座る俺。すると、何も言わず黙ったまま母が、白い布にくるまれた何かを俺に手渡した。白い布をそっと取ると、それは、華やかな飾りのついた、いかにもいわくありげな不思議な形の杖だった。その時俺はすべてを理解した。最近、町に夜な夜な現れると噂の魔法少女の正体と、父の書斎で見つけたどれも男性用サイズのセーラー服、チャイナドレス、メイド服その理由、すべての謎が解けた俺の顔、そしていろいろな意味でどうしたものかと、とりあえずマイルドセブンライトを一服する母の顔。どうするんだろうね、そういう遺品整理とかしてるときにさ、なんかもう全くもって理解できないものができちゃったりとかしたときに、例えばだけど、うちの親父なんか堅物絵に描いたような、まあ親父でしばらく会ってませんけど、それが例えば遺品整理してたら、どう考えても女装用のグッズがずらっと並んだとするじゃん。そうするとさ、うちの、俺のそういう変な、こう、コレクター魂みたいなところは、その、親父をちょっと受け継いでるようなところがあって、親父はその、なんか変なもん集めたりする、その、女装癖がどうのじゃなくて、まあ、本をずらっと、こう、同じジャンルを集めて並べたりとか、まあ、なんかいろんなもん集めて並べたりするの好きなわけですよ。は知ってるから、これをないがしろに捨てられるのは嫌だろうなってことまではわかるじゃん。その、いくらそれが物が物だとはいえ。でもさ、お袋とかさ、ましてや姉貴なんかすぐ捨てろって言うじゃん、言うじゃん。どうする？着る？俺。ねえ、でもその、ていうか、その、自分の親が死んで、親が絶対大事にしてたと思われる、自分の趣味とも、周りの理解とも全く合わないような、コレクションもんが出てきて、みんなどうする？で、それもさ、わかんないけども、駅弁の箱だったらいいじゃん。別にそういうのをコレクションする人もいるんだ。だから、いいけど、それがわかんないけど、本当にこう、何、シリコンでかたどった男性器の数々とかだった場合に、あっさり捨てられちゃうのかね、やっぱね。なんか難しいよね。
受け継ぐと、受け継ぐとまた一つなんか重いもん乗るしね。ああ、大変だな。だからもう俺もそういうの処分してから、俺もあのセーラー服を処分してから。というわけで、いろんな複雑な、顔が思い浮かぶような文章を送ってください。郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光深夜のバカ字から、顔の係まで。あらら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 らでさ、びっくりしましたよ。でさ、なんか足が思うように動かなくなっちゃって、さ、殺されるってやってくれましたよ。でさ、そのワクチン、うっす、うっす、泣き毛の入っちゃうね。殺されるって。深夜のバカ力。Tú la ves en una esquina sola, esquina como si no pasa nada. Tú la ves, Memo dime si tú la ves. Tú la ves en una esquina sola, esquina como si no pasa nada, wea con su pelo. ファックスを開けっぱなしにしているのでファックスが1枚、東京都ペンネーム文宿さんパットラン1986年から1987年のみ所属背番号は6でした。あーそうか、もうちょっと最近なイメージだったけど、ってことは田中幸雄は入団した2年間が背番号その30いくつで、これでその後パットラムの空いた6を20歳からつけ始めるのね。なるほど。で、その前が柏原がいて、で、その前に小田義と。そういうことか。よかった、一人じゃなくて。二人ってのも問題だけど。あとですね、ペンネーム新1年生さんから、レンタルショーケースです。そのパットナムも教えてくれた文宿さんって方がすごい丁寧に、面白いことを書けなくてすいませんって書いてくれてるんですけど、今日読まれたファックスはですね、レンタルショーケースとパットナムが2年間いたっていう、それだけですから、別に、面白い面白くないとか、それほどお気になさらず、一応開けっぱなしなんでっていう、東京03-5562-9540、東京03-5562-9540で、ファックス何かこう、書いたのかってことがあればですね、書いてくださっても結構です。くださらなくてももちろん結構です。さあ、いきます。空のですけどね。ほんとね、日々空能で生きてるようなもんですからね。でね、昨日は昨日で、DVD がいよいよ次が最後なのかな？次がとりあえず一区切りみたいな形。あ、それでもその後検討中のもあるか。まあまあとりあえず次が一区切りみたいなところになって、でなんかこう DVD の今まで買ってきてくれた人みたいのに、その、応募券みたいなのつけてきたんだけど、その応募券を何枚か集めると、こういう特典がつきますみたいのを、やりましょうと、いうことになって、何枚だったっけな。何枚か集めると、こう、番組のテーマソングっていうのがダウンロードできて、で、さらに何枚か集めると、そのテーマソングのプロモーションビデオがダウンロードできるみたいな特典をつけて。で、まあ、本当に番組、その番組とかその DVD って予算が全然ないから、そういうそのサーバーのスペースを確保したりするのも結構大変で、プロモーションビデオを、まあ、ダウンロード、そのできる、そのサーバーに置けるのが、40秒間ぐらいだっつうのね。40秒間ぐらいだって言われて、これどうしようかっつうんで、その番組のテーマソングの歌詞を、一文字一文字を、街の看板から写メで撮ったやつを、繋げて、苦労した、プロモーションビデオを出すって予定だったのが、意外にまた最近出た、その、伊集院光写真の巻っていう DVD が売れてるんで、ちょっと、その、スペースを多めに確保してもいいですよ、つって。3倍ぐらい、120秒、1コーラス分だったら、3コーラス分ぐらいできますよ、っていう話になって。で、それをこう引き受けたんだけど、別
に制作予算がもうあるわけじゃないから。で、しかもその、番組の企画の中ではワンコーラス目の分しか写真撮ってないから、2コーラス目、3コーラス目の分の写真が必要なわけ。で、それを昨日一日自分一人で撮ってまして、ずっと。途中からあるその、ヒットマンの河野くんっていう後輩も手伝ってくれましたけど、ずーっとその、よく意味のわからない、その写真、その歌詞の、期限切れのパン祭りシールを取っておく。Please give me 食品。腰には万歩計。ささくれ気にしてる。ルル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 。卒業アルバム今日もぼんやり眺めてるっていう歌詞なんですけど、この、ひらがなカタカナ、もうとにかくルを取る。ルを取り続けるみたいな、その、ことをするわけです。で、食品店があれば食品、試食品の食品で取ったりとかしてんだけど、なんかこう、だんだんこう、頭の中が、変な感じになってきて、期限切れのパン祭りっていう字を探してて、そうすると賞味期限って言葉があれば、この期限っていう言葉はどっかにあるぞっていうイメージになってくる。これでずーっとこう、それでも三日内でいると、探してるのは期限切れって言葉なのに、頭の中で勝手に賞味期限っていう言葉に変えちゃって、で、さらには、商品っていう言葉を見つけて、あ、賞があったと思って取るんだけど、そんな言葉は必要ねえじゃんみたいな、そんなのを、ミノワで、ミノワの商店街でずっとさまよってましたね。そういう脳みそがクラクラしてくる話をですね、送ってもらうコーナーです。まあ私たちその脳みそがクラクラ、脳みそがうっかりしちゃう現象を空脳というふうに、まあ一応呼ぶことにしてまして、かなり広い定義なので、皆さん空脳に関していろいろ質問いただくんですけれども、ペンネーム特になしさんから。僕は高岡早紀が出ているテレビを見ると必ず勃起します。これは空脳ですか？ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。今までこのいろんな症例のこちらの方資料がありますんで。あなたですね、おそらくですね、色白で童顔な巨乳が好きなんじゃないですか？色白で童顔な巨乳が好きで、もしかしたら年齢が30代なんじゃないですか？あなたもしかしたら。そうすると高岡早紀さんあたりがストライクになっちゃいますよね。僕も顔的にそんな好みじゃないんですけど、なんて言うんですかね、昔彼女がまだ高校1年生ぐらいの時によく仕事をご一緒してまして、なんだろうこの底はかとないエロい感じっていうのはずっと思ってましたんで、一応同じ感じです。勃起はしないまでも同じ感じです。はい。あと、空の方には認められないやつを送るのをやめてください、なるべく。いきます。ですね。ペンネーム目指し。僕は黒目を大きく見せるコンタクトや、同様に、フォトショップで黒目を大きく加工した画像が、どんなグロ画像よりも怖いです。あー、すげえわかる。ものすごいわかる。可愛くないとか、ブスだとか、そういうレベルではなく、人間の偽物だとしか思いません。すごいわかりますね。人間の偽物が人間に似せようと必死に努めてるようで、怖くて怖くて、しょうがないです。はい、ね、名前なんつったっけ、プレステ3の、最近出た、そう、なんとかレインっていう、昨日やったんだよな、思い出せねえんだよな、なんとかレインっていう、ゲームで、まあ、いわゆる映画、インタラクティブ映画的な、ジャンルのものなんだけど、まあ、グラフィックすごいわけ。人の、その顔とかのグラフィック、ものすごいの。だって、パッと見ると、本当に、海外ドラマにしか見えないからね。これで、なんだけど、逆にそこまできちんと作っちゃうと、ちょっとした指の動きとかが気持ち悪くて気持ち悪くしょうがないんだよね。そういう風に人間の手動かないだろうっていう、なんであのドット絵が全然大丈夫なのに、もてや、ほぼ四角四角のポリゴンだったら全然なんとも思わないのに、あれはね、話自体面白いんだけど、ファミ通のクロスレビューもすごい高かったのね。すごい高かったんだけど、ネットとかで評判になっちゃったのが、バグがあると、途中でフリーズするっていう噂がすごい立っちゃって、
でもああいうのって結構ほらネットの根も葉もない噂だったりするじゃん。せっかく面白いゲームがそういうことじゃ困るからやってろうと思ったら一回フリーズした。だからフリーズは根も葉もない噂でもねえなと思ったけど、まあでもまあ リロードし直せばなんとかなる程度だったけどね。結構面白いんだけど、なんか変わったゲームでさ、ヘビーレインってプレステ3最近出たやつ、ヘビーレインかな。うわー名前が思い出せないんだな。でそのすごい変わったゲームで、めちゃめちゃ変わったゲームで、交通事故で子供を亡くしたお父さんがちょっと病んでくみたいな話なのね。なんだけど最初面食らっちゃうのは、普通にシャワーを浴びるって、例えばそのおじさんがシャワーを浴びるって行為をやろうとすると、シャワールームのドアノブを上げて、ドアを開けて中に入って、で服を脱ぐっていうのをまたレバー操作でやって、さらに蛇口をひねるを、レバーをぐるぐる回してひねって、蛇口を閉めるを逆にレバーを回して、でタオルを頭の上に持ち上げて、コントローラーを振ると頭が拭けてっていう、何こんなことやらされんのっていうのはね。普通はシャワーに入るのコマンド選べば終わりじゃん、そんなの。だけど延々とそんなことばっかやってるね。車を運転するときも、キーを差し込んで右に回すとかやるのね。何これと思ってんだけど、3時間ぐらいやってると、だんだんこう自分なんだっていう感じはしてくるんだよね。これ俺なんだっていう、このキャラクターは珍しいケースよ。めんどくさいとも思うよ。めんどくさいとも思うんだけど、めんどくさいと、不思議なこう、催眠感みたいなものの中間ぐらいにあって、それこそ空脳じゃないけど、その、手当てをするときにも、怪我をしたから手当てをしますっていうときにも、包帯を巻くのに、包帯をぐるぐる巻く動作をやり、手を上げる動作をやり、さらに軟膏を塗るっていうところ、軟膏をゆっくり塗らないと痛いと言われ、その感じを全部やるんだけど、途中から少なくとも俺このストーリーの中に入れ込まれてるって感じがすごいして、で、あとは俺がなんかね、 FF の一番新しいやつをね、20時間目ぐらいにすごい楽しくなるよって言われても、20時間我慢する必要ねえだろ俺と思ってやらないのと一緒で、その 2,3 時間をうざいと思えばやらないと思うんだけど、逆に言うと FF の対極にあったね。あの丸ボタン延々押して進むに対して、なんでこんなことやんなきゃいけないのってずーっとやんだけど、途中からちょっとそれが儀式的っていうか、あ、俺だって感じにはなって、俺何の話だって、あ、ちょっとフォトショーとかで加工した、あ、なんか、ただそれもそのちょっとしたあまりに細かく、もう顔のシワの多いから全部やってんのね。雨の描写とかめちゃめちゃすごいんだけど、でちょっと違和感があるのがものすごい怖いって感じなんだよね。ラジオネーム猫の島。よくアミューズメントパークにいるような着ぐるみのキャラクターについて、中に人が入ってんだよと言うと、女性やそのアミューズメントパークのファンなんかが、なんでそんなこと言うの、あれは本物なのとか、もう夢がないなとか言いますよね。そこで僕はあえてそれに乗っかって、本当にああいう生き物がいる、存在していると思い込むことにしています。そうするとこれが意外と愉快だって、人間ぐらいの大きさに対してとてつもない巨大な顔してるでしょあいつら。つまりはあの大きさの頭蓋骨が入ってるわけですよ、あの中に。しかも一見継ぎ上げされた布地に見える皮膚の下には骨やら血管やら血肉がみっしり詰まってるわけでしょ。そう考えていくと、何か博士の作った怪物とさしては変わりないような気がしていて、いつかうがーと叫び出して、可愛いとかなんとか言いながら浮かれてる女の子や子供、橋の笑みを頭からかじり出すんじゃないかと思えてきて、ちょっとワクワクしてしまいます。確かにあれがぬいぐるみだと思う怖さと思わない怖さってあるよね。あの中ぎっちりの場合の怖さってすごいよね。あの頭蓋骨の大きさで二足歩行ってことは、人間とかをはるかに凌駕する脳の量を持ってると思うんだよね。そういうことを考えていくと、ある意味また一回りして中におっさんがいると思うのとは違うベクトルに、ちょっと怖いよね。続きましてペンネーム無重力スナイパー。このコーナーやフリートークなどでたまに伊集院さんが思い出や過去の経験に関する忘れていた記憶を思い出すとき、記憶が開いた開いた開いたと
と表現するのに影響されて、僕も何か思い出した時などに、あ、今記憶開いた、記憶開いたと思うようになったのですが、その時の脳内でのイメージは、なぜか畳が敷き詰められ、壁には鶴などの絵が描かれた豪華な和室の襖が左右にさっと開く映像が浮かびます。伊集院さんは記憶が開いたと思う時はどんなイメージなのですか？書いてあるんですけど、全然違います。僕は亀の蓋です。全くだから、要するに亀の蓋の、よく封とかがしてある蓋があるじゃないですか。あれがカパって開く。もっと言えば僕の頭の、髪の毛の生え際ぐらいが、パカっていう蓋として、瀬戸物のさ、ザラメとかさ、コーヒーシュガーなんかを大量に入れておく瀬戸物の壺のさ、中側にあのパッキンが、ナイロンのパッキンが入ってるやつあんじゃん。あれが、キューパカって開いた感じの、で、ザラメがザーってこぼれちゃう感じの、開かねえと思ったんだけど、フルの力がパカッと開いて、部屋中にザラメをぶんまいちゃって、よし引っ越そうっていう、ね、そういう感じで僕は開いてますんで、違う、あ、でもそのふすまのやつもいいな、なんかわかんないけど、ずっと大奥的な、その、金のふすま絵の書いてあるふすまにズームしていくと、開いて、奥行って、開いて、奥行って、開いて、奥行って、開いたところで、マリン・モンローがすっぱながら、いやー和室じゃねえんだ、それ。ずっと和室だったのに、最後にいるのマリン・モンローなんだ。で、マリン・モンローの股間に、でっかいおちんちんが。忘れろ、ね。ですね、続きまして、モンカラマリ。私はタカ&トシのタカの方はトシって感じの顔に思えて、トシの方はタカって感じの、顔に思えて、いつも名前を間違えていました。僕もです。だから、こんだけ長く一緒に仕事してても、ペケポンとか出してもらってても、呼ぶとき一回考えます。一回。鳥のタカと胸についてるライオンの、タカとライオンの戦ってる絵を考えて、いつもライオン着てる方はこっちだから、こっちがタカだっていう風に覚えるようになってますね。それを一回頭で確認してますから、たまに躊躇してるなって時がありますんで、一緒です。ということで、空の、まだまだ脳みそうっかりした経験があったら送ってください。お待ちしております。どうだい、かっこいいだろ。深夜のおかじから間違った方に超人ですよ。水中ジェスチャーで必死に SOS を出す。よい子のみんな、家庭裁判所で僕とアルシュ。CM などちょっと調べてもらいました。やっぱヘビーレインでいいのか、ヘビーレイン心のきしむ時っていう、フランスのゲームなんだって。そんな感じする、確かに。なんかね、アプローチが今までのゲームと全然違って、本当にこう、なんつうのかね、その、一体感を、中にいるその、主人公も何人か変わるんだけどね、そのキャラとの一体感を高めるために、俺これ今やってんだなっていうのが途中から分かり始めるんだよね。そうすると急にめんどくさくなくなるんだよね。本当にちょっとしたドアノブ開けたりとかするだけでも全部やらされるから。だって冷蔵庫を開けるじゃん。開けるっていうのを、プレステのコントローラーの乳首あるじゃん。乳首の右乳首を上に上げると冷蔵庫のドアノブ引っ張って開けるのね。そうすると中にあるジュースを今度ボタンを押して取ったら、そのジュースはコントローラーをこうやって振ってシェイクしないとオレンジジュース飲めないんだよね。シェイクしたオレンジジュースを今度ゆっくりコントローラー傾けてゆっくり飲まないとガボって出るしみたいな、そういう、っていうようなことすごいやるわけ。だこれすんごい乗るか反るかがめちゃめちゃ強いゲームだけど、なんかちょっと、今までこう、ちょっと甘やかされてきたかな最近ゲームにと思ってたから、俺はなんかすごいスッと入って。ちょっと面白かったですね。あと文庫のの話はの話二分の一っていうので、二冊同時で4月の頭ぐらいに、ただわかりませんよ僕これ。今日この後ちゃんと後書きを書けばですけど、まあよろしければ、写真の方も見てください。ほいじゃあこの辺でさようなら。ああ、前日戦士。
代将。